よし、まずは僕が喋るからね。キリトはしばらく後ろで怖い顔だけしててくれ。任せろ、それなら得意だ。それじゃあ、ユージオ集権士とキリト集権士です。ジーゼック集権士に少々お話が。事前に伺いも立てず押しかけるとは無礼な。まずは書状にて面会の許しを求めるのが筋であろう。よいよい、同じ学者にて琢磨する者同士ではないか。お通ししたまえ、ウンベール。ライオス殿のご厚情に感謝するのだぞ。それで我が友ユージオ集権士におかれては、安息日の夕刻に一体どのような御用かな。ジーゼック集権士に関して少々好ましからざる噂を耳にしましたので、学友がその芳名を汚す前にと僭越ながら中言に参りました。ほほう、これは意外であり妨害のことでもあるな。ユージオ殿に我が法友の名を案じていただけるとは。しかし惜しむらくはその噂とやらまるで思い当たらない。不明を恥じつつお教え願うよりないようだ。ジーゼック殿がご自身のそば付き連士に対して卑しき行いに及んでおられるとの話を聞いたのです。心当たりがおありでしょう。無礼であろう。加盟も持たぬ辺境の開拓民風情が四刀尺家長子たるこの俺にこともあろうに卑しいなどと。まあそういきり立つな、ウンベール。生まれは違おうとも今は屋根を同じくして学ぶ者同士、何を言われようとも逸礼と責めることはできまいよ。とはいえそれが根も葉もない抽象ということになればまた別の話ではあるが、互いに無意な時間を過ごしたくはないはずです。とぼけるのはなしにしましょう。ジーゼック殿のそば好きと同室の初等連士たちから直接話を聞いたのです。ほう、それはつまりこういうことかな。ウンベールのそば好きが自らの意思で公式に同室の初等練習を通じてユージオ殿に抗議を依頼したと。いや、そうではありませんが。ならばウンベール殿がそば好き練習に逸脱した行いに及んでおられることを否定な。ふん、逸脱、なんとも奇妙な言葉だな、ユージオ殿。もっとわかりやすく学院則違反と言ったらどうかね。ですが学院則で禁じられていなくとも上級集権士としてすべきではないこともあるでしょう。ほほう、それではユージオ殿は一体このウンベールがフレニーカに何をしたと申されるのかな。それはやれやれ、さすがに付き合いきれなくなってきましたぞ。どうなんだウンベール、身に覚えはあるのかね。とんでもない、何を言われているのかさっぱり思い当たりませんな。元より俺、いや私は何一つフレニーカに卑しい行いなどしていませんぞ。なぜならあの娘はただの一度も嫌だと言ったことがありませんのでね。まあいくつか他愛ない世話を命じはしましたがね、ユージオ殿と引き分けて以来私も心を入れ替えて鍛錬に打ち込んでおりまして、これまで醜い筋肉がつくような稽古を控えていたせいもあって全身が痛くて仕方ない。そこでやむなくフレニーカには眉優の弱みの折に体を揉みほぐしてもらったまでのこと。その上制服が濡れては困ろうと
フレニーカにも下着姿になることを許す寛大さですぞ。一体このどこが卑しい逸脱行為なのか理解。今後改善が見られないようなら教官に調査を頼むことも考えなければならないので。ご自由にされるがよかろう。ひとまず落ち着けよ、ユジオ。はあ、しかし意外だったよ。僕より先にお前の方が暴発すると思ってた。剣があったら危なかったな。ただ前に言った通り何か裏があるんじゃないかと思って。そういえばそんなこと言ってたね。すっかり忘れてたよ。でどう思った？ウンベールはともかく、ライオスの奴は意図的にユージを挑発してたな。つまりライオスがウンベールの行いを放置していたのは僕が抗議に来るのを見越してのことだったのか。とにかくユージを言いくるめたことであいつらもひとまずは満足しただろう。今後もフレニーカが恥ずかしめられることがあればすぐに教官に調査を要請できるよう書状だけは揃えておこうぜ。うん、そうだね。それじゃあ早く部屋に戻ろう。なあ、ユージは？なんだい？俺のいないとこでまた連中に何か言われてもさっきみたいに熱くならないように気をつけろよ。わかってるよ。ステイクールだろ。次の日、ユージを上級集権したのご報告します。本日。はい、ご苦労様。いつもありがとう。いえ、そんな。これがそば好きの仕事ですから。悪いんだけどちょっと話をさせてもらっていいかな？はい。フレニーカの件、昨日ウンベールに抗議しておいたよ。あいつもこれ以上大ごとにはしたくないだろうから、もう逸脱した命令は出さないと思う。近いうちきちんと謝罪もさせるようにするから。そうですか、よかった。ありがとうございます。フレニーカも喜ぶと思います。前にも話したけど、今回の件は僕がウンベールと立ち会ったことがそもそもの原因なんだ。フレニーカを恥ずかしめて僕が抗議に来るのも何もかも含めて全部彼らの策略だった。抗議に来た僕にあわよくば逸礼行為で懲罰を科す予定でね。だからフレニーカは僕とウンベールたちの確執の巻き添えになってしまったんだ。一度僕からもちゃんと彼女に謝りたいんだけど、機会を作ってもらえるかな？そうですか。ユージは先輩の責任ではありません。フレニーカには先輩のお言葉だけ伝えておきます。そうか、ありがとう。本当に彼女には悪いことをしたよ。いいえ、悪いのはジーゼック上級集権したのです。ユージを先輩を罠にかけようとしたならなおさら。それに今回だけでなく、フレニーカはこれまでも何度もジーゼック上級集権したのからひどいことをされていたようです。でも彼女はジーゼック上級集権したのの不況を買うことが怖くて声に出してそれを言うことができなかったみたいで、ジーゼック上級集権したのの不況を買えば彼女の家や両親の転職にまで影響が及ぶ。そう思ったと。そうだったんだね。ユージオ先輩、私一生懸命考えてみました。ジーゼック上級集権したのはどうしてひどいことをするんだろう。フレニーカが憎いわけでも恨みがあるわけでもないのに、どうしてそんなことができるんだろうって。キリト先輩は貴族は誇りを持たなきゃいけないっておっしゃいました。
でもジーゼック上級集権士とのみたいな方が誇りを持っているとは思いません。本当の誇りは階級の中にはなく、正しいことをして誰かを守ろうとする心の中にあるんですね。ティーゼ、私強くなります。ユージを先輩のように、正しいこと、言わなきゃいけないことをきちんと言えるくらい強く。ああ、僕も強くなるよ。誇りを持って誰かを守ることができるように。今日俺とユージオはロニエとティーゼも連れて課外授業に参加する予定だ。ロニエたち今日は遅いな。まだ来ないなんて。二人とも課外授業には積極的だし、準備に時間かかってるんじゃない？まあそうかもな。待ち合わせの時間までもう少しだろうし、このままここ出ますか。うん、そうだね。じゃあその件の目、いい加減決めたのかい？んや、まだ。早いとこ決めなよ。いつまでも黒いやつじゃ剣がかわいそうだろ。俺の暮らしてたとこじゃ剣の名前ってのは最初からついてたんだような気がするな。あ、そうだキリト、今週の掲示板は見た？いや、見てない。面白いことでも載ってたのか？四帝国統一大会の結果が載ってたんだよ。優勝は一等爵家ウールスブルグ家の出身者だってさ。まったく全然興味ないな。今年の優勝者なんかより俺たちが参加する大会出場者の方を気にするべきだと思うぜ。それはそうだけどさ。わかった、話題を変えるよ。そうしてくれ。なあユージオ、この鐘の音って。うん、もう待ち合わせの時間みたいだね。遅いな、ロニエたち。確かにティーゼとロニエが約束の時間に遅れるなんてことこれまでに一度もないね。嫌な感じがするな。ちょっと初等練習量まで行ってくれよ。ユージはここで二人を待っててくれ。おいキリト、まったく。でもキリトが心配するのも無理はないかもしれないな。どちらかならまだしも連絡せずに二人ともなんて。あの、よかった、心配した。ユージを上級集権士殿でしょうか？あ、うん。君は？私はフレニーカ・シェスキ初等練士です。ご面会の約束もなしにお尋ねして申し訳ありません。でも私どうしていいのかわからなくて。君はフレニーカか？ユージオ集権士殿にはこの度私とジーゼック殿のことでご尽力を賜りまして心より感謝しております。あれ以来ウンベールから何か嫌なことはされていないかい？それがジーゼック殿は本日の夜間に私にそのこの場では少々説明の難しいご奉仕を命じておられまして、私このようなご命令が続くくらいならいっそ学院を辞めようと思って、そうティーゼとロニエに打ち明けたのですが、二人は直接ジーゼック殿に嘆願すると言って寮を出て行って。なんだって？でも待っていても二人が戻らないので私どうしていいのか。わかった、僕が様子を見てくるから君はここで待ってて、それでキリトが戻ってきたらウンベールたちの部屋に来るよう言ってくれないか？はい、わかりました。最初からそれが目的だったのか？僕じゃなく
ギーゼたちを。とにかくウンベールの部屋急ごう。ずいぶん遅いお出ましだな、ユージオ上級集権士殿。さあさあ、どうぞ入ってくれ。キーズ、ロニー、一体どういうことです、ダイオス殿。なぜ僕とキリトのそばつきがあのような扱いを。これはやむを得ない処置なのだよ、ユージオ殿。シュトリーネン初等連士とアラベル初等連士は今宵この部屋を事前の面会伺いもなく訪れ、その上我らに甚だしい非礼を働いたのだ。非礼とは。あの下級貴族の娘どもは四等杓子の私が蕎麦好きを理由なく虐げ、欲望を満たしているなどと言った。さらにあの二人は同室の私にも責任があると主張し、天津さえ貴族の誇りはないのですかとまで言うと。いかに私とライオス殿が寛大でも、これほどの逸礼行為はさすがに見過ごせなくてな。ここまでの懲罰は学院則違反では。私がいつ集権士懲罰権などという子供騙しの権利を行使したと言った。全ての懲罰において上級法の規定を優先す。学院則にはそう付記してあるのをお忘れかな。上級法とはつまり禁忌目録、そして帝国基本法のことだ。まさか。そう、三等杓子の私は六等杓子のあの娘たちに貴族採決権を行使したのだ。しかし少女を縛り上げるなどあまりにひどい。これは傑作ですな。ユージオ集権士殿はこの程度のことが我らの採決だと思っておられるようですぞ。いや、やめろ。動くな平民。これは帝国基本法及び禁忌目録にのっとった正当厳粛なる貴族の採決である。そして採決権の妨害もまた重大な違反行為だ。そこから一歩でも動いたらお前は法を破った罪人となるのだ。体が動かない。そして右目がうずくように痛む。そう、これはあの時感じた痛み。あの時もそうだった。僕はまた繰り返すのか。いや、助けて、ユージオ先輩、もう普通の術じゃ間に合わない。
さい。そうわめくな、ウンベール。腕一本落ちたくらいで天命がなくなりはしないと何かの本でも読んだぞ。その絹紐でも巻いて血を止めておけ。それより見たか、ウンベール、お前の腕を切り飛ばしたのはそこの田舎者の剣だぞ。素晴らしい。こんなここまでの禁忌を犯す人間を私は初めて見た。貴族採血権の対象は下級貴族と狩猟地民だけだが、禁忌を犯した滞在人とあらばその限りではない。この私とても実験で人の首を落とすのは初めてだ。いや、父上や叔父上さえそこまでしたことはあるまい。これで私はさらに強くなる。有事を集計し、ひねり滞在人有事を三刀尺子嫡男たるこのライオス・アンティノスが汝を貴族採血権により処刑する。天命のすべてを神に捧げ、その罪を償うがいい。剣を引け、ライオス。お前に勇士は傷つけさせない。ようやくのお出ましか、キリト宗剣士。しかし少々遅すぎたぞ。そこの田舎者はもはやこの学院の生徒でも、それどころか帝国の臣民でもない。禁忌目録に背いた滞在人だ。ならば私、この三刀尺家長子にして首席上級集権したるライオス・アンティノスにはその罪を採決する権利がある。お前こそ下がってそこで見ていろ。いつぞやの花のようにこの罪人の首が落ちる様をな。禁忌だの貴族の権利だの知ったことか。遊女は俺の親友だ。そしてお前は闇の国のゴブリンに戻るクズ野郎だ。なんともこれは驚いた。辺境の田舎者同士仲良く大逆の罪を犯してくれるとはな。これで私はお前たちを揃って処分できるわけだ。という良き日か。これぞステイシア神の導きというものだ。来いライオス、積もり積もった借りまとめて返せ。